1問2問3問しまもんです。今回はですね、パワーアップしたしまもん飼育場を撮影していきたいと思います。まあ、前回の動画ではですね、ボールドが、はい、洗濯用洗剤がプラ舟に入ってしまったっていうアクシデントがありました。地元から帰ってきて大変ショッキングなことが起きてます。川だらけです。この子もせっかく買ったんですけど落ちてます。マジで残念で仕方ないですね。そしてね、ランチを落としてしまったんですけど、まあ、あのプラ舟もですね、まあ、綺麗に洗って、そうですね、匂いが取れるまでにボールドの、まあ、30分ぐらい何回も何回も綺麗に洗ってすすいで、はい、なんとか匂いも取れて、でフィルターもですね、はい、あのフィルターはもう捨ててプラスチックの側だけ綺麗にして、はい、フィルターも新しいやつに入れ替えて綺麗になりました。まあ、なんとかね、あのプラ舟もね使えるようになって、そしてですね、例の洗濯機なんですけど、ここにあるんですよね。この洗濯機を移動しようとは思ったんですけど、まあここに排水のマスも近くにあるし、で水道もここの近くなので、まあ、なかなか移動もできないということで、まあ、洗濯機はこのままの位置で、はい、でここをいつも仕切りつけてるんですよ。ここに混ざらないというか、まあ、洗剤が入らないように板を立ててるんですけど、今日は撮影のように、まあ、プラ舟が見やすいように全部仕切りも取ってあって、この黒い仕切りで、はい、まあ、こんな感じで頑張って増やしました。まあ、ここはですね、はい、まずここは、ここのプラ舟は、まあ、3匹までって決めたったんですけど、どうしても欲しかったので、ここ4匹入れてます。ここは全部オスですね。この赤いのは全部、丸俊さんで買って、この白いのだけ、白い頭のやつだけ、マルテルさんかな、うん、で購入した。魚ですね、はい、これも結構経つんですけど、まあ病気もしずに、まあ今寒暖差が激しいので、昼と夜の寒暖差が激しいので、ヒーターだけは、はい、入れてあります。まあね、この子たちはね、ランチ愛好家さんたちが飼育してた金魚っていうのは、まあ温室育ちで育ってるので、はい、弥富の屋外とかで生産者さんたちが飼育してた金魚たちより多分弱いと思うんですよね。やっぱり卵中っていうのは、はい、病気しないように用心のために、はい、ヒーター入れてあります。まあこの80のプラ舟だと220ワットのヒーターがベストだと思います。はい、僕が使用しているですね、日装のヒーターです。税別6800円で購入しました。ネットとかだとね、多分アマゾンさんとか楽天さんの方がもっと安く買えると思うんですけど、まあペットショップとかで買うと、まあ約6800円ぐらいですね。前後ぐらいで買えると思います。はい。プラ舟80リッターには、この220ワットが、まあ適していると思うので、僕はこれで使ってます。まあ日装さんの他に、ジェックスさんのやつも使ってるでしょ。まあ一緒ですね、ジェックスさんも。はい。機能としては同じやつですね。こんなのを使ってます。でここも、ここは全部丸俊さんかな、丸俊さんで購入した。ここもオスですね、はい。
こっちも全部オスで、こっちもオスで、全部オスですね。はい、ここは3匹ですね。ここもヒーター入れてあります。用心のためですね。はい、まあ、病気しないようにね。やっぱりこの時期本当に温度管理大切だと思うので、ヒーター入れてあります。はい、水温の変化でね、はい、病気してしまうので。可愛いですね。で、ここはメスですね。ここは丸俊さんで3匹、はい、購入したメスです。はい、元気になります。いいんじゃないでしょうか、状態は。元気に眠れますね。はい、で、ここも丸俊さんで購入した、ここも3匹ともメスですね。はい、もう元気に泳いでます。はい、いいんじゃないでしょうかね。はい、まあ、こんな感じで、はい、プラ船4枚並べて、はい、飼育していこうと思います。ちょっとヒーター使わないと言ってたんですけど、ちょっとビビっちゃって、はい、ヒーター使います。やっぱりビビっちゃってっていうか、やっぱりね、ヒーターあった方が安心ですもんねまあ多分増やさないかもしれないですけど、増やすかもしれないので、またね、増えたらね、取っていこうと思います。増えたら今度どこ置きましょうね。まあ、ちょっと置く場所も考えて、はい、やっていこうと思いますね。まあ、毎日仕事から帰ってくるのが楽しみで、はい、まあ、朝もね、ちゃんと金魚の状態チェックしてから仕事に出かけて、太陽があるうちは金魚で、暗くなってからは今僕魚釣りって感じで、魚釣りもね、シーバスが秋のハイシーズンなのでね、はい、魚釣りと金魚、この秋楽しんでいきたいと思います。またね、僕の飼育場もね、はい、頻繁に取っていくので、楽しみにしててください。あとね、多分春、まあ、こんだけオスメス揃ったんで、はい、産卵もさせると思います。はい、また産卵の風景とかもね、はい、人工授精とかも取っていけたらなと思います。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお願いします。バイバーイ。